日本航空は2025年3月期の業績予想について増収増収益を発表しましまた日本航空は今期の業績予想について国内線の単価の上昇や国内からの国際線利用客の増加に伴う増収のほかマイル事業など非航空事業での収益拡大を見込み売上高は前期と比べて16.8%増の1兆9300億円。 純利益は4.7%増の1000億円の増収増益としました合わせて発表した2024年3月期の決算は売上高、純利益ともに大幅に増加しました